皆さんこんばんは。本日は、ようこそエクスペリアワールドタッチ&トライ、ブロガーミーティングに、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。本日はですね、エクスペリア Z、 それとエクスペリアタブレット Z の、ご紹介をさせていただきますけれども、ご報告事項として、本日午前中に NTT ドコモより、この両機種、発表されました。その中でですね、NTT ドコモの、加藤社長から、2度ほど、一押し、この春一押しのモデルですという言葉をいただきまして、非常に、感動しているところでございますけれども、本日、ブロガーの皆様にはいち早くですね、なぜそう言っていただいたのか、その辺の秘密はどこなのかといったところをじっくり、触っていただいてですね、特に、徹底的にその辺を体感していただきたいというふうに思っております。でですね、私自身がですね、今回のエクスペリア Z ですとかタブレット Z をちょっと手に触って、見て、見た時にですけれども、ある一つのエピソードとして、今年は、蛇年だということで、ふざけた私の友達がですね、本当の蛇の写真を、送ってきた時にね、それをタブレットで見たらあまりのリアルさに泣いてしまったという、そういうこともございまして、それぐらい結構リアルな、画質だったなというところが非常に印象に残っておりますので、その辺のところもぜひご体感ください。それから、スマートフォンですとかタブレットっていうのは、その他の機器とつながることによってさらに、すごいことができると、面白いことができるというところで、いろいろソニーとの連携ということで私どもも進めてまいりました。で、本日いろんな機器連携、ということでも、展示ブース用意してございますので、ぜひそちらの方も体験していただければというふうに思います。で、昨年の末ぐらいからですかね、エクスペリア Z だけではなくてですね、Z というとなんか桃色クローバー Z ですとか、それから、ワンピースフィルム Z とかいうのが非常に好評だそうで、それにあやかってですね、エクスペリア Z も、ぜひ大ヒットさせていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。簡単でございますが、私の方からご挨拶させていただきました。で